あ、お昼お仕事してたんや。だいぶ今日は投げてますね。ダーリンさん、ありがとうございます。いっぱい投げてくれてる。今日は。たくさん投げてもろて。わちゃわちゃ一緒に楽しんでもろて、もろてもろて。動く蛇道。動いてまーす。昼2回は抜け出せ。あの人ちょっとお腹壊したんかなみたいな。なんかめっちゃ長いことトイレ2回も行ってるけどお腹大丈夫です。昨日牡蠣とか食べました？言うて。仕事中はごめん。ああ、ねえ、それじゃない、それじゃない。しゅうさん、こんばんは。お話し会のすぐ近くの自販機にマックスコーヒー売ってたから持っていこうと思ったの忘れてみた。うそー、あ、そうなんですか？知らんかった、その情報は。マックスコーヒーをお話し会のすぐ近くの自販機に売ってたんですか？なんだったら私買ってたやん。どこどこ？どの自販機？たまねぎさん、おっぱい、ありがとうございます。ありがとうございます。どの自販機を買ってたよかったな。知らんかった。マック、こんばんは。海外行っても関西弁やで。ずっと関西弁。もうどこ行っても関西弁。今しかも東京にいるんですけど、東京でもバリバリ関西弁です。マックこんばんは。じゅんさんこんばんは。マックス近鉄名古屋にあるよ。名古屋ね。マックスバリューなら知ってる。なら3回目も投げてもろてーって。3回目も投げてもろてー。こっちが言うねん、そのセリフは。私が言うセリフや。投げてもろてー。ゆうちゃんが会いたがってました。ミカも会いたい、ゆうちゃんに。タリーズの斜め前。どこ？今日もスタバ行ってきた。アクエリも飲んだやで。さすがやな、じゅんさん。じゅんさん、さすがやな。私今日スタバ行ってへんもん。私の上を行きましたね、じゅんさん。ミカチュワー、ヨッキー。あ、バニラのお茶飲みました。美味しかったです。漫画。ああ、なんちゃらのホムラ。マックスバリュー、わかる？なんか、なんだっけ、スーパーみたいな。あ、期待に添えると思います。絶妙な日本語で。日本帰ってきてから競馬してますか？あ、競馬予想してますよ、毎回。ちゃんと J1。可愛いから？何でも、何弁でもいいって。優しいな。マックスバリュー24時間営業なん？なんちゃらのホムラ、懐かしいですね。何のホムラやろ。つきおうてもろて。もろてもろて。100メートルランナーさん、こんばんは。事務所からタリーズ向かう右手側。事務所からタリーズってどうやって行くんですか？タリーズを知らんかも、私。ラーメン屋さんとか分かるで。あと、なんだっけ。なんだっけ。何やったっけ、あれ。忘れちゃった。カフェ。名前。今ちょっと忘れ。エミチ、俺エミチっぽい行動してる。俺スタバ行くのがエミチっぽい行動っておもろいな。そうそう、イオン系列のスーパーだよね。ホムラ、ホムラやんな。タリーズ近くにない？タリーズ今あれですよね、ハリー・ポッターとコラボってる。一蘭の手前にあるんですか？自販機を。ちょっと自販機ググられへんからな。ドトールとかはググれるけど。ホムラじゃないの？炎なの？何の炎ですか？今日もエミチより美人を見てない。 どうやってそんな上手な日本語皆さん覚えるの？すごいね、ありがとう。広い道に出る角っこ。ちょっと今度探してみようかな。玉ねぎさん、だるまさん、めっちゃいっぱいありがとうございます。烈火の炎っていうんですか？どんなお話？だるまさんがコールだ。ありがとう。生まれてからエミチより美人見てない。嘘つき。それは嘘つき。それは嘘だ。ドトール、怒涛の攻撃。ドトール美味しいよね。でも今は私やっぱりスタバよね。スタバの新しいやつ。あ、もう名前が今何にも出てけへん。スタバの、何やったっけ、スタバのトロピカルハニーみたいなやつ。何やったっけ、スタバのジョイフルメドレーや。ジョイフルメドレー大好き。
ほんまに大好きやったら覚えとけよってな。帰りにゆっきーたまちゃんと帰る時の思い出した。あ、そうなんですか。エイジが一番嬉しい、嬉しい。エムちゃんにビジって例えば誰がいるんやろ。やめてそういう話。ロケットプリンセス、ゆうぞうさんこんばんは。漫画はあんまそこからへん。手から火が出る、火が出る忍者の男の子と傷を治せる女の子の話。え、かわいい。なんかもうそのなんかそれだけでなんか興味湧いた。うわ、電池缶忘れた、電池缶忘れた。お、だるま500個、ありがとうございます。ナイス、だるまさん500個です。まあ、ありがとう。えみちゃん玉で歯かなってな、玉で歯ってなんかちょっと嫌ねんけど。なんかあ、ビビさんフォローありがとうございます。ビビさん、ひょっとしてフォロー外れてました最近。エミカより美人、わしの彼女をやって。うわ、もうそれは確かに上手なコメントやわ。それはそうは、それ言ってほしいよね、確かにね。エミチより美人を僕は知らない。ナラシカさんこんばんは。すみません、嘘つきました。嘘じゃない、嘘とか言ったらあかん。彼女に悪い、それはあかん、それはダメよ。土日の余韻のだるまですやって。余韻を続け。徳とまりさんこんばんはです。まだね、来週の、はい、日曜日13日もありますので、トークポートがお待ちしております。よろしくです。みんな一番、みんな一番だよ。今日あのどさんこショップ見つけたから行ってみたんですけど、どさんこショップにウニ醤油売ってなかった。え、トクトマルさんマジですか。来週トークポート2分だけ撮りました。やったー、嬉しい、ありがとうございます。とってもとっても嬉しいです。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。トクトさん言うて、ドクターマルヤで言ってくださいね、ちゃんと。土日の余韻、軽い財布。やだ、今日も目の保養ありがとう。目の保養なってる、ちゃんと。北海道のアンテナショップ、そう、北海道のアンテナショップ見つけて、あ、やった、ウニ醤油買えるんじゃねと思ったけど、ウニ醤油なかった、売ってなかった、と思って。貧乏一人にはウニ醤油と納豆巻き両方はきつい。2分枠パチ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 。トークポートたくさんの方の参加お待ちしております。ドサンコワイドなら知ってるやって。トークポートお待ちしております。少しずつ少しずつ埋まっていってほしい。最後の215分やと思ってたって。そう、今回ね15分じゃなくなったの。そう、あの舞台のお稽古とかもあって、ちょっぴり、ほんと少しなんですけど、ちょっぴり終わる時間を巻くことになりまして、15分を今回は10分にさせていただきまして、よかったら、15分がよかったなっていう方はね、10分2枠取っていただいて。はい、目が潤いすぎて逆にびしょびしょになってしまいました。まるで洪水。え、めっちゃ号泣してるやん、それは。え、納豆巻きめっちゃいいお値段ですよね、あれ。本当に新しい方の参加お待ちしています。同じしてます。対面やりすぎてないですやって。あ、間違った、対面やりすぎてないじゃなくて、やりすぎてないですってことか。対面やりすぎじゃないでっていうことではなくて、日本語ってそう考えたらむずいな。今月もトークポートよろしくお願いいたします。伸び、ぐんぐんぐん、伸び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 た。毎日10分配信になるん？あ、うん、そういうことじゃなくて、あのトークポートっていうね、オンラインのお話し会があるんですけど、それの一番最後枠がね、いつも15分なんですよ。
そういつも15分で、で15分間お話できるっていう枠なんですけど、今回は15分じゃなくて最後の枠10分なの。こっちゃんさん、はじめまして。あ、はじめまして。のびのびた、たぼおら。全国にあったどさんこラーメンチェーン店、近所に昔あったけどあまり見かけない。どさんこラーメン、わかんないかも。私4部頑張りすぎたけど幸せだったわ。超楽しかった。本当に13タイミングある。いしんじさん、了解。ただいま予約受付中です。13日トークイベント、トークポート、トークポートお願いします。そうそうそう、まとめ出し的な。つーくんお久しぶりです。だってつーくんいつぶりですか。トークポート様子見ながら枠が残ってるというか、高木さんありがとうございます。本当にありがとう、ありがとう高木さん。11月のクレジットの請求が怖いやって。何分あっても足りないわ。本当それなのよ。2週50完了、ありがとうございます。こっちゃん、デッドリスクールの舞台のチケットが手、やったー、嬉しい嬉しい。こっちゃんありがとうございます。やったありがとうございます。やったね。今こんな感じでわちゃわちゃこうイエーイみたいな感じで配信してるけど、デッドリスクールの私はもう来ないから、うんみたいなめっちゃおすましさんしてるから、楽しみにしててください。なべちゃんこんばんは。10分以上の枠は半額セールとか出た気がします。半額セール言うて何枠連続で撮っても一度切れる。連続で撮ったらそう一回切れちゃうんですよ。そう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 、最後の一度切れないように 2分枠をこう、例えばあの2個とか3個とかってなった時に6分とかそういうのをこう切れずに喋れるように5分枠があるっていう感じですね。かなりぶりです。おかげで ID 忘れて新たに登録しただってやばい。そんなに久しぶりなのか。つーくん付き合ってもろたら永遠いける説、どういうこと。11月14、12月5日、12月26日は TBK テレビ、テレビ神奈川お天気ナビゲーターとして出演、で出演 VTR は TBK 公式 YouTube チャンネル、テレビ神奈川 TBK 3チャンにも掲載されます。よかったらお天気ナビゲーター TBK 言うて YouTube で検索してね。エミジご飯食べた。食べたよ。今日は天ぷらを食べてきました。今日はお外にいたからお外で済ましてきました。ピョッと食べて、でもなんかめっちゃいい感じ。2000ちょっとな、7月ぐらいだったはず。最後に入ったのがやばいね。もう今年終わるで、つーくんもう今年が終わってしまおうとしている。やばい。あ、そう、11月23から27日新宿村ライブにて舞台アリス・イン・デッドリースクール英語という舞台ね、出させていただきます。氷上より役です。よかったらぜひ見に来てください。よろしくお願いします。もうチケット発売されておりますのでね。あともうちょっと。天ぷらはポルトガル語だって。ほんまに iPhone14 Pro 諦めました。諦めた、買おうとしてたんですか。 iPhone14 Pro、 ずかさんプロゲットしようと思ってた。確かに今年終わるってもうほんまよ。もう今年がもう目の前で終わろうとしているよ。やばいですよね。早すぎ早すぎ、やばすぎ、怖すぎる。あっという間すぎて。あ、12月はアラビト神という舞台にも出ますので、こちらももしよろしければいらしてください。よろしくお願いいたします。ワードレス縦芝居だからね、めっちゃかっこいい。今年終わるまでに舞台2つもあるんですよ。すごいですよ本当に。エミチをゲットしようとしてたやってポケモンゲットだぜ的な。ついこの間西村彩香ちゃんが沖縄に来てたので会いに行ってきました。え、何イベントとかですか。
思ったけど支払い計算してしまって無理ということになりました。いや、あの iPhone はめっちゃ高い今回とかね。スペイン語で調理するってのに天ぷらは似てるはず、適当。調理する？コシナールなんだけど。どうやってポルトガル語なんやろ。何やねんやろ。天ぷらあるってこと？いや、分からん。ユーリターサーさん、こんばんは。こんばんは。主にほっぺた。イベントっていうかメイドカフェの一日店主。すごい、沖縄でですか？すごい。ポルトガル語のテンポーラが語源って説。どういう意味なんですか、テンポーラは。あ、ペダちょうだい、あげようか。あげるなんかな。あげる、私はこれフレイールやな、スペイン語は。テンポーラは揚げるってこと？ポルトガル語と似てるもんね、スペイン語って。式に行う祭日。テンポーラ、お祭りってこと？今日カラオケボックスで鈴懸の PV 見て懐かしかったです。歌ったんですか、ユーリターサーさんが。カラオケで鈴懸、カラオケで鈴懸歌ったらだいぶ難しいですよね。一人じゃ無理ですよね。あのほうほうえみよほうほうえみよってなるから。後ろの追っかけのところエミカがやるわ。カステラもそうじゃなかった？カステラもカステーラ、カステラ、カステーラ。でも、カスティー、カスティーヤ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 かな。エミって、エビの天ぷら食べれるよ。エビの天ぷら今日食べた。目ついてたら無理。ポルトガル語とスペイン語が似てるってことはキャプテン翼でなんだ。あ、そうなんですか。もちろん友達とだって。なんて素敵な、楽しそう、友達とカラオケ。神枝ヤッピーヤッピー、高部ヤッピー。 NMB 出身はみんな可愛くて気さくに話ができるのでふわふわふわした気分でした。緊張もしましたが、楽しそうだな。でもいいな、メイドカフェ。誰が貸すやねんって言ってる。今日はほとんど仕事中だったのによく投げました。仕事より頑張りました。お仕事もお疲れ様でしたが、投げもありがとうございました。本当にエビの天ぷらダメなの？そうなんですか。どこが無理なんですか。ポルトガル語で料理という意味がテンペーロが転じたという説もあるそう。あ、定かではないんだね。YouTube で上から意味が流れてきたやって急に流れてきた。もう酔ってますねん。何飲んだん今日は。なんか飲んだんですか今日は。野原しんのすけのすけさんだ、いらっしゃい。野原しんのすけのすけさん、いつも2度目の訪問でもずっと来てくれてるの私は知ってるんだぜ。覚えてるんだぜ。なかなかない名前やもん。二度目じゃないよね。食べて気分悪くなってそっから逃げた。あ、そうなんだ。油が良くなかったのかな、その時の。エミジだから他の方だったらこんなにしないわ。だって本当？本当にありがとう。ありがとう。ブルータスのために3時まで起きてるのも知ってるけど。アムクロがよく出てくる最近。おすすめに？おすすめに上がってくる？お、玉ねぎさんファンレベルアップ、ナイスです。あ、油よね。油って本当にいい油じゃなかったら気持ち悪くなっちゃいますよね。めっちゃわかる本当に。
いい油かそうじゃないかですごい変わるよね。仕事せいや玉ねぎさんって言って、なんで知ってるのよ、ずっとここで言うてるもん。ずっと言うてるもん玉ねぎさん。無意識で言ってたんかな今までずっと。無意識で言ってたんかな。で今何時や、よいしょ、20分ぐらいに終わって、ちょっと明日の準備するわ私、ちょっと早めに。なのでよかったらタイムキーパーさん、20分15分とかになったら教えてください。好きやも食べたらあかんの、仕事はしっかりしてますよ、なんなら先月表彰されたわやって。表彰ってすごいよね本当にね。もうやめた方がいいと思うねんけどな、そのお仕事先。ブラックさん、年取って揚げ物食べると胸焼けするようになったけど食べちゃう、胸焼けするけど美味しいやろうなっていう頭の記憶には勝てないっていう。フリオはスペイン語もポルトガル語も意味が同じやって。お、そうなんですね、すごい。どっかで勉強したんですかそれも。何で習うんですかそんな。せめてグレーに、グレー？いや、ブラックではなくグレーってことね。いや本当にやめた方がいいと思う。表彰されるぐらいブラックで頑張っちゃダメ。ブラックはもう潔くスパンと、もう本当にやめよう、ね、でちょっとでもグレーのところ探してね、ブラックからグレーに。お、やんちゃくれさんいらっしゃい、こんちゃです、こんちゃちゃです。そうね、明日はちょっと早めに起きて、うん、今日早めに寝れるように頑張ろう。表彰されても賞よ、なんかご褒美はなしですかって、なんかちょっともらってましたっけ。5日間赤 T で行こうかなって。わかりやすいように舞台から見ても見える赤で言うて、そう20分で終わります。ハイボール4杯目、ハイボールで酔えちゃいます高ぶって、まあ、ハイボールで酔えるってね、ハイボールの割のね割合がねどれぐらいかにもよるか。今日ジム行こうと思ってたけど時間なかったよ全然、うん、あ、3回も配信ありがとうね、とんでもない、見に来てくださって本当にありがとうございました。皆さん明日からちょっと遠征です。お、どこ行くんですか。やりがいのみで働かせるのが真のブラック。真のブラック嫌やな、なんかなんかブラックを極めてる感じすごい嫌やな。初めて働いたとこがポルトガル語スペイン語中国の言語の人しか言ってない。あ、すごい、それで同じやいうのが分かるってめっちゃおもろいですね、すごい、それめっちゃいいな。なんかねちょっと一瞬目伏せです。目薬したい。そっか、初めて働くところとかが確かにね重要ですよね。あれ目薬がない、なぜ目薬がない、なぜ目薬がない、ちょっと心当たりがあるんでちょっと待っててくださいね。あれ ありました目薬。びっくりした、目薬マジでないとやってけんのですわ私、コンタクトに。ちょっと待って、高部よぞ見したからやって、ちょっと高部いっぱい送ってくれてるやん、待って、ナイス、クマさん、クマさん、ザルームありがとう、からのキラキラありがとう。見てない時に投げるの高部、酔っ払ってるからやな。
岡山の日帰りかける2、すごい、旅行ですか。その時は夜勤やってて自分以外外人だったので、ああ外国人の人と一緒に働いてたからもう自然に覚えちゃったんや。目薬探したいの意外と早かった、ごめん目薬食べたわやって、目薬食べる人間やばい。で先で目薬のやつ購入してカバンごとに入って、わかる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 、見んといてやって、見んかったら投げてくれるんですか、目隠してたらいいの、こうやって見ないみたいなさ、見ずにこうおったら投げてくれるのであれば、あれば私はもう一生こうやって配信しとこう一生メールもこうやってコメント見ずにこうやって一生このまま配信するわってキラキラ来てる、キラキラ来てる、ありがとうキラキラゆうやくかわわずかさんナイスカウントアップです。旅行というよりカメラ撮影、えすごい、お仕事、他の人が困るそれな、神、おおターボーゴッドナイス、ありがとうございます。柿フライ定食、果物の柿のフライが出てきても文句言えない説まあでもさ、果物の柿のフライも美味しそうですよね。ご飯とは合わへんかもしらんけどさ、なんかフレンチとかでさおしゃれに出てきそうやもんな。空っぽだから投げられませんってジンジさん今日空っぽっぽ、もっと投げようかやって、玉ねぎさん投げてくれるんですか。趣味の一環で岡山に行くの、岡山いいな、桃太郎、水曜日のダウンタウン、カキフライ、カキフライの話、おしゃれなフレンチでやってるもんね絶対。カキのフライ、スペインでもカキってカキやで、名前カキ。握手会で7秒で剥がされるのにゆっくり話せたのはオイラは幸せです私の今もあれやで、結構イベントとか私も結構ゆっくりお話ししますよね。リアルに投げ銭しに行こうかリアルに投げ銭ってさ、リアルに投げ銭ってさ、こう人が立ってるところに小銭ぶつけるみたいなってことですかリアルに痛いやつ、見たな、果物の柿をあげて出てきた、ほんまにやってたんや。え、でも美味しそう、美味しいって言ってませんでした、それ普通に美味しそうなんだが、見て私ちゃんとポーチの中に塩入ってるってやばくない、しかもおしゃれな塩おしゃれな塩、今も M ちゃんに読まれてるのもいつも幸せ感じてますだって、かわいいかわいい、毎日来なよ銭形平次やんやって、おかずにはおかずにはならんな確かに。でも例えばやけどさ、めっちゃ私そういうなんか何と一緒に食べたら美味しいみたいなのを考えるのすごい毎回好きやねんけどさ、例えばご飯のおかずにはならへんけど、あのフランスパンの上とかに乗ってたら美味しそうやと思うねんな、カキフライ、あの果物の方のカキ、ちょっと中身トロトロのカキな、あの硬いやつじゃなくて、ちょっと食べたらあのバナナを、バナナの天ぷらみたいな感じで、こう中ちょっとトロってしてるカキをフライして、で、カマンベールチーズとかを塗って、フランスパンの上とかに乗ってたらさ、リアルに一品で出せそうじゃないですか。フレンチレストランとかでやってそう、全然フレンチじゃないと思うけどフレンチレストランで1000円とかで売ってそうやもん、なんかオイスターじゃない方、食べた人壁に貼ってあった おすすめのメニューに試してたでもおすすめのメニューにあったらさ、これがこのお店のおすすめなんかなってなるかも。確かにカキやな、カタカタやしみたいな。あ、たまねぎさん、だるまさんいっぱいありがとう。ゆうちゃんオンライン話会でしか話しなかった、対面でお話するの緊張したわ。あーそっか、久しぶりやった、そうだよね。えうちショールームでは好きと言えるのに目の前にいると好きと言えない説
言ってよ。玉ねぎさん、だるまさんいっぱい来てる。すげえ。だるまさんが止まらないぜ。こっちの牡蠣って言った。こっちの牡蠣ってどっちってなる。ややこしい。なんかすごいたくさん来てる、嬉しい。ありがとうございます。たくさん来てる。いっぱい来てる。ありがとう玉ねぎさん。何個ですかこれ。すごい止まらないよ。何個ですか。あ、水分さんだ。お疲れ様です。いらっしゃい。寝れました、夜勤後。あ、1000個やって、やっぱ玉ねぎさん、だるまさん1000個ナイスです。せーの、だるまさんが転んだ。ありがとう、ナイス。ショールームの画面でも言えないって好きとか言えないって照れちゃう。結構何でもかんでも私言っちゃうかも。水ダウでカキってカキなんですねって、あ、間違った。水曜ダウンタウンってことか。水ダウやった。なんか何何それって思っちゃった。タマネギさんいっぱい、だるまさんありがとう。可愛いはいくらでも言える。可愛いはいくらでも言える。でもそういうのって慣れないやろうな。可愛いなとかさ、好きやでとか愛してるでとかもさ、慣れないやろうなと思うねんけど私なんか嫌。4時間ほど昼寝して歯医者行ってきました。うわ、なんか水虫さん結構頻繁に歯医者さんに行ってるイメージがある頻繁に歯医者さんにしっかり通ってはるイメージがあるんですけど、私の勘違いかな。素晴らしい、大事ですよ本当に。あと7分、ありがとう。なんぼでも言うでやって、好きやでって結構言ってくれそう。確かにずかさんは、はあ、大丈夫、かわいい、ありがとう。かわいいって言わずにスタンプで送ってくるとこさすがやなありがとう。歯は命ですよ。そう、歯は命、本当にね。私も今歯は矯正してて綺麗な歯並びにしようとしてるんですけども、下の歯が足りないので、私下の歯が3本しかないな。ここ真ん中に1本あるんですよ足りないの。歯がボロボロなんですか。お、ストレス。好きってラブかライクどっちがいいだって。それはディペンズじゃないですかディペンズじゃない、何でも言う。多分私水好きとかも言うし、この色好きとかも言うし、なんかラブのもライクでもどっちでもいいじゃん。納豆大好きみたいな時は多分もうラブやしとか知らんけどトークポートよく好きとは言ってますね。あ、言ってくれてる高木さん。どなたか歯の差し入れをということはさらに可愛くなるってことですね。だって、え、待って、どこから歯が少ないねっていうところからですか愛してるよ、ミカ、好きだよ。テキエロムーチョって言えばいいんですよ、日本語以外で言えば。だって、何その、なんかしゃあないから言ったらこうみたいな、その何そ水ムーさんありがとう。昔ユリタに可愛いって言ったら思ってないくせにって言われたんで私も言うかな、思ってないくせにって。スキッパ、これ見てスキッパやと思った。スキッパじゃなくない、全然矯正してるからもう終わってるからほとんど。スキッパじゃなくない今めっちゃミスじゃん歯。だー、水虫さん、だるまさん、やこないす、せーの、だるまさんがコロナありがとう水虫さん、ありがとう。エミズの馬に引っ張られる、引っ張れるアクションは危険。どんな、馬に引っ張られるアクション。りーちゃん TikTok ライブやってるやって確かに直接可愛いって言うのはずいわ。だマジでスキッパーで名前のイルカおったらそうなイルカ、イルカ、そうな、スキッパーやったんかな、イルカちゃん。
人の歯かぶせが取れそうになってる。でもまだ直してない。みみみみみみじじじ、こんばんは、お疲れ様です。お疲れ様です。京平さん、おちいらっちゃい。えらい昔のアメリカのドラマ。あ、そうなんや。アメリカドラマ、面白いもんあるかなと思ったけど、特に見せるもんないな。あ、これなら可愛い。これ私のガム入れです。今日めちゃくちゃ配信してる。そうやね、そうなんです。気づいてくれた。あ、リーちゃんさん卒業生かな。 NMB の付き合い直はむずいけど、付き合ってもろてよろしいかは言える。どういうこと。付き合ってもらってよろしいかは言えるって。スキッパーは小型船の船長のこと。あ、そうなん。内部で恥ずかしがり屋でアイドルやタレントに会うとめちゃめちゃ緊張するんだよ。だってかわいい。めっちゃパースポットさん、こんばんは。ヨットで舵取る人も。あ、そうなんや。へえ、スキッパーって言うんですか。なんかね、それだけ聞いたらな、スキッパーなんかなって思っちゃうけどね、こっちからしたらね。あ、26と27のチケット発見してきて、ありがとう水虫さん、ありがとう水虫さん、超楽しみ。頑張るね、お稽古マジで楽しんでもらえるように。 日頃のストレスをね、舞台鑑賞でね、こう発散できるように、発散してもらえるようにね、頑張るから。楽しみにしてて水虫さん。お昼ぶりで仕事の休憩がないタイミングでした。だってさすが、今日さすがですね、京平さん。りょうくん、こんばんは。一回しか見れんかった。一回でも見れたからやった。ケボニートの、ケボニート、スペイン語なら恥ずかしくない。気持ちこもってないからやんそれ。チケット忘れないようにしないとな。だって忘れたあかん、チケットダメだよ。前はなあかん、忘れてたやん前もね。スキッパーは V ネックに襟がついている首元のデザインのこと。マジで？夜勤明けだから寝てしまうかも。寝ないように、私頑張るわ。そう、寝ても寝たって絶対言わんといてな、秘密にしといてくださいね。寝ても、もし寝たとしても夜勤明けで、2日間行くうちのどっちかでちゃんとこう見て、感想言ってくれたらエミカにはバレへんから。出たって言った感じ。130万、え、130万、やば、ありがとう、すごいんですけど。ありがとうじゃ届かんねんけど。あ、この前アルメリア戦バルサ勝った、やったー。ピケの引退試合勝利で勝てた。ピケ引退なん？もう引退したってことね。え、人事さん26行けたらいいな。チケットなくても入れてくれる優しい事務所に。よくチケット忘れて言うて、購入のあれあったら大丈夫ですよ言うてな、入れてくれて。マネージャーさん本当に優しいから、うちのマネージャーさん。ちょっと俺言うといてください、今度また会ったら。今度どこかでイベントで会ったら、この間はありがとうございました、言うといてください。本当にピケが引退なの。ピケが引退ってなんか信じられへんな。そうなんや。ファンにとってはもう絶叫もんですね、そんなんね。20分になって、あ、ありがとう。顔パスでいける、顔パスになってるのかも、ずかさん。ダカブナイス、ラブレターありがとうございます。ありがとう。え、今22、バルサの監督になってる、やば、割り強いやん。本物やったらマジで年収えぐいことになるやん。お疲れ、お疲れ。もう配信終わりやねん、ごめん、もう配信終わっちゃうの。お土産持ってかないと。かわいい、ありがとう、りょうくん、ナイス、だるまさん。
というわけで20分まで配信しました。皆さん配信見てくださってありがとうございました。ランキング読んで終わりたいと思います。いきます。13位一世さん、12位みっちゃんさん、11位ターボー、10位しんじさん、9位ともちさん、8位手巻きずしおさん、7位ゆきおさん、6位タッキー、5位みずむさん、4位ずかさん、3位ビビ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 ビオロゲンさん、2位玉ねぎさん、そして1位はタカブー。イエーイ、タカブーでした。ありがとうございました。イエーイ、ありがとうございました。ふふ、ありがとうございました。今日はね3回も配信してしまいましたが、ありがとうございました。見に来てくださった皆さんみーぴょんペラ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 しないで、みーぴょんのこといっぱい投げてくれてありがとうございました。本当に皆さん、私は今からお風呂に入っていきたいと思います。今来てくださった方ごめんね。また明日も配信するのでよかったら来てくださいね。よりつけて言っといてね。伝言やん。じゃあみんな良き夢を。今日はちょっと早めに終わりますので、皆さんもゆっくり休んでください。コロナもまた流行ってるみたいなのでね、よかったらゆっくり休んでください。本当にありがとうございました。そして13日はトークポートです。皆さんトークポートまだ申し込んでないよ。ちょっとでもお話ししたいなと思ってくださる方、オンラインなのでね、オンラインお話し会、今週の13日です。よかったら日曜日会いに来てください。ツイッターチェックしてもらったら URL 載ってるので申し込めちゃうので、よかったら申し込みしてください。待ってるね。お風呂中継しやんし、お風呂ついてこといてオムライスしやんわ、切り合わせのお風呂中継しやんわじゃあねみんな、おやすみ、ありがとう、バイバーイ、またねー、ブイブイ。